BOONDURN さん、ありがとうございます。はい。あの、後追いでメッセージ、えー、追加メッセージもありがとうございます。はい。あの読ませていただきましたけれども、まあ、結論、まああの、借金返済しないといけないですね。はい。そう。うん。だから、まあ、あの、僕もその起業したあ、独立した時に2000万ぐらい借金あったんですけど、 えー、まだ返済してますけどねまだ返済してますけども、まあ、なんとかやってます <laughs> なんとかやれてますねでなんとかやってるのは、まあ、まあ単純にそのまあこうやって商品売ってるだけなんですね、まあ、今回はプレゼントですけども集客してプレゼントしあの集客してプレゼントしたりとかして集客して、まあ、商品売るってことでひたすらやってますでなんでやれるのかっていうとやっぱ情報ビジネスなんですよね だからほとんどリスクがないんですよ。だから情報ビジネスに関してはやらない方がリスクなのかなっていう。コンテンツビジネスですね。だから僕はそれをやってるんで、まあなんとか飯食えてる。うん返済しながらでもここまで来れたっていうことですね。うん。だからまあいろいろ今までね、あのーや、手を出してきたと思いますけど、多分手を出してきたものに関しては、多分まあ、な、あの、携帯の、 やつに関しても携帯仕入れないといけないだろうし、まあ、その投資に関してもお金必要じゃないですか、うん、だからまあ本当にそのノーリスクって言ったら語弊があるかもしれないですけども、うん、資金なくても始められるのがこの情報ビジネスですから、まあ、これをしっかりとマスターじゃあこれをマスターする上で何が大事かっていうと、えーまあ、コピーですよねコピーかトークなんで。 もともと僕コピーずっとゴーストライターで十何年やってきて、で、いっぱい商品売ってきましたけど、で、売り上げ的には10億ぐらいは売ってきたと思うんですけど、うーん、まあ、あとトークだなと思って。もうほとんど今,今はもう多分何言っても信用してもらえない部分あるんですよ。こんだけ動画アップしてるんで、もともとその喋れなかったんですよ、僕って。人見知りですし、今も人見知りは変わらないと思いますけども。 カメラ回ってるときは喋れるようになりました。で、カメラ回ってないところ全然喋んないんで、僕。だから、なんだ、ナインティーナインの岡村さんみたいですね。カメラも回ってるときだけ喋るみたいな。さんまさんは天性だと思うんですよ。さんまさんはなんかカメラ回ってないところでも,もうずっと喋れられるみたいなんですけど、僕はカメラ回ってるときは喋れるようになりました。うん、でも、これも数こなしたからできたっていう。で、なんでそのトークに行ったのかっていうと、えー、お金稼ぐ上で、 えー、コピーとトーク。もうこれしかないっていうところを僕は思ってましたんでトークが足りてないなってとこで、えー、今やってます。まあ、これからもトークはやってきますけどねうん。で、もしトークができないんだったらもうコピーしかないですから。から商品を紹介していく。例えば、アマゾンのうん商品も文章1個もなかったらどうすかなかなか買いづらいですよね。 その商品の良さがその文章で書かれていてで説明があってあ,あこういう商品なのかっていうのが分かるわけじゃないですかでそこで欲しくなったりとか欲しくならなかったりとかいろいろあるんですけどだネットで何か商品を伝えていく何かを伝えていく集客していく文章必要ですからあった方が絶対いいのでうんしっかりと勉強した後はまあやってほしいなと思いますうんそう,うんまあアフリエイトするにしてもやっぱもう本当に コピー大事ですから。まああと動画に関しても、まあ僕は即興で動画撮ってますけど、基本的にその台本と台本を書いて、台本を書いてそれを読み上げるっていうのが結構ベターなんですよ。もうまあ、うん、一般のベターなやり方なんですよ。つまり台本が書ければいいよねって話して。うん。なんから映画とかドラマも全部台本ありきじゃないですか。うん。 じゃあ結局、そのどんなにいい役者を集めたとしても物語のストーリー性だったりとか台本が全然ダメだったら売れます、その映画って話で。めちゃめちゃキャストシ陣すごいんですよ。だけどクソ物語みたいな全然つまんない物語の台本だったら映画ヒットしないんですよ。まあ、言ったとしても口コミが多分今 SNS で拡散されるんで全然つまんなかったみたいな拡散されるんで多分全然伸びないですね。ううんそう 本当にコピーは大事ですから、しっかり勉強して役立ててほしいなと思います。はい、アンケートありがとうございました。